スペインのイベントと、はい、携帯電話のイベントと、デジタルのイベント、カメラのイベントがありました。カメラのイベントあんまり盛り上がってないんですよ。そうですね。なんか田舎、アメリカの田舎の方でやってるみたいで、なんか周りでも行ってる人いないんで、でなんかカメラの何が出たっていう話題自体も盛り上がって、一応ある程度は出てますけどね。あんまりそのだからカメラは1月に発表しちゃうから先に。CS でもう盛り上がっちゃうから。でその後に出てもなんかもう遅れた感じなんで、出遅れ感があるじゃないですか。そうですね。最近イベントは結構年初 CS に結構集約されてきてるんじゃないですか。その予算もかかりますからね。行く方も大変じゃないですか。そうですよ。だから例えばアメリカだったら1月に CES やって、日本だったら10月とかなんかに CTEC やって、あとはその真ん中、夏頃の夏か春のイベントやるとしたら年4回がいいんじゃないですか。4回イベントをやるとしたら、だから3月に CBIT があるでしょ。セビットっていうのがドイツで、セビットかな、なんていうのドイツのイベントがあるじゃない、3月で。でも3月もね、1月と3月だって近すぎるから、あれ4月ぐらいにした方がいいと思う。5月か6月にもあるよね。何があるの、なんだかな、ちょっとごめんなさい。何のイベント、なんか重要なことがあった気がする。5月か6月はコンピュテックスだ、台湾で。ああ、そうね、あれコンピューターのイベント、ICT エキスポって予想したの。あ、パスワード、そうそうそう、何それ、パスワード、それはちょっと分かんない。世界最大の ICT 関係のイベントって言って香港の ICT エキスポって言った、香港のイベントね、香港のイベント、香港のイベント会社がやってるところがものすごい力入れてプロモーションしてるんでしょ、かもしれない、してるんですよ、ICT エキスポ、あの、NHKTDC、なんか同時期に結構いくつかイベントがあるので、大変なんじゃないか。香港なんとか局っていう、この会社、このなんか会社かなんか知らないけど、ものすごい頑張ってプロモーションしてますよ、いろんなところ。いつやろうかね。4月に。4月か。4月か。やるとで、まあそれはいいとして、最近あったイベントを。成果はどうですか。僕は行ってないですか、ね。あ、そうですか、ね。成果って言われて、行ってないですかね。今度、あの、今度は2人だけでやらないで誰か呼ぼうか。あ、そうだね。イベント行ったやつね。そういうなんかネタを持って、そうですね。イベント行って帰ってきたやつ。石川君とかに。どうだった。その方がいいよね。あの、そのことについて詳しい。そう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 。例えば、LG の。3D モニターについて LG の人に聞いて、そのままエクストリームなのと、あ、来るの、喋っちゃうとかね、あの、異変いいのかなみたいな原稿書くより先に喋っちゃう、あ、そうですね、とかね、はい、とかねっていうのも面白いですね、やるとしたらね。そうですね、やっぱり石川さん最近頑張ってますよね、いろいろ、そう、携帯電話話題っていろいろあるかもしれないですか、まあ、あの、何の話題でもあるんだけど、携帯電話で日本のライターっていうのジャーナリストとか、あと記者っていうのをやってる人で、石川さんぐらい頑張ってる人って他にいるから、ちゃんとその石川さんみたいなさ、ライター専業人で頑張ってる人はどんあんまりないかもしれない、どんくらいいるんですか。あんまりないかもしれない。だってメディアがないでしょ。メディア最近なんでこそは、あの、物雑誌とか、一般紙で結構携帯電話をすごく取り上げられるようになってきたけど、前は、あの、携帯電話って結構、消化したりする場所自体が少なかったんですよね。結構。一時期専門誌とかが出てるのが、なんかスーってなくなっちゃった。3月の日だったし、結構難しかった。面もあるんじゃないですか。パソコンの雑誌とかはいっぱいあったから、まあ、今
パソコンの雑誌ないけどね。あ、ないないけど、ね、今ガンガンになくなっちゃったけど、ね、ないけど、コンピューター系だと山ほど出るじゃないですか、うん、いろんな素晴らしい素晴らしい人たちがね、記者っていうかライターみたいな、区別もつかないぐらいいっぱいですよ。何いるかもわかんない、わかんない、ちょっとわかんないぐらい。携帯電話ってさ、そんなに多くない、そんなに多くない。だから多分自称で携帯ジャーナリストとか言ってる人は結構いると思うね。自称じゃなくて、その石川さんみたいにちゃんとあんまり人の名前、人の名前出すのはあれかなと、うん、そっか、みたいぐらいに頑張ってやってる、やってる人ってあんまりないよ、多くない、あんまり多くない。褒めたの多分見てないと思う、見てないかな、だってゼロ人だもんなヒルストリームが。だからこれからそのなんだっけ、スマートフォンとか、うん、どんどん売れてくるでしょ、うん、はい、そうするとその辺を知ってる人はいいですよね。そうですね、引っ張りだもんですね、引っ張りだもんです。頑張ってください、頑張ってください。しかし自信になるのどうですか、それ iPad、 iPad、 iPad って携帯電話じゃないか、まあ携帯電話じゃない、 iPad って発表してから今まで情報が全くないじゃないですか、はい、発売する直前にならないといろんな情報が多分出てくる。僕買いますけどね、多分買うでしょ、まあ予算がないから予算が募金しましょうか、してください、かわいそうな人たちないのって言ってセブンイレブンに募金箱置いてもらう、本人かわいそうな人が iPad を買うためのも、そう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 、なんだそれ無理かなそう、僕ねスペインであんまり美味しいものを食べた記憶はないんですよね。ただ外国行って美味しいものを食べること自体が難しいじゃん、まあね、合わないとこあったんで、僕はなんかカニを食べたのしか覚えてないんですよ。そのスペインのどういう食べるところなんですか。まあ、普通のレストラン。その選んだ基準はなんか、いや特に適当にここ行こうみたいな、うん、そんな感じで。なそれだからダメだ、適当すぎる。だからホテルの人に美味しいレストラン教えてくださいって言って行かなきゃ。それが一番無難。無難かな。で、すげえ無難すぎるところ教えてもらえる。あ、前ベトナム行ったんですよ。ベトナムでホーチミンね、かっこいいの、昔の名前で言うと最後に、かっこいいに行ってベトナム料理を食べたい、どこがいいですかって言って、なんたらってベトナムで、なんたらってお店に行ったらもうすごいんですよ、観光客がいっぱいいて、だろうなポピュラーでしょ、もうすごいすごいね、いいところなんだけど、でも観光客がいっぱい来るところを教えてくれて、でまあ味も悪くなって、あまりにもさ普通すぎちゃう、うん、その地元の人が行く普通のちょっといい、地元の人が行くちょっといいところの店で観光客来ないところ、うん、もう行ったの、行ったの、行ったのここ行こうっつって行ったの、適当に大変だった。なんだろう。で、道聞いたの。その辺の人。低い。その辺の人。英語だった。英語だった。何英語だったら英語かなって言ったの。その人ずっとついてる。なんで？ベトナム人。そうだね。修正なんだ。いや、修正だね。なんか、ついてくるといいことあると思ったけど。日本人、ジャパンじゃなくて。ずっとついてきて。で、レストランに。レストランまでついてきてさ、なんでだろう、テーブルに座ってんのちょっと待って、あなたがここのテーブルに座ってそいつもテーブルに座ってるんだ、そう、なんでだろう、その道聞いただけだよ、なんでかな、で、なぜか知らないけどその人のところでチームの人に、なんかわかんないな、僕ビールとか頼むじゃないですか、頼みますよ、そいつの分までそいつもビールって言って、じゃあ3トンにか2人で行ってた
あでなぜか3人分そいつが頼む。なんでかわかんないんだけど、そういう人がいるから注意してくださいって話。観光地は怖いっすね観光地は怖いっす。で、あの前インド行ったんですよ。インドですか。なんだっけ、バンガロール。ああ、聞いたことある。インドの、インドのシリコンバレー。で、トゥクトゥクっていうバイクタクシーで、ね、移動できる。噂を聞いたことある。比較的安い移動手段でね。で、あので今からあの昼ご飯食べようとして、で、その人に、ずっとその人乗ってるから、そのバイクタクシー乗ってるから、いや一緒に食べ行こう、うん、来ないの分かんない。俺は腹減ってない、うん、いや払うから行こうって、うん、来ない。何ですか、タクシーを盗まれたって。なんか分かんないけど、なんかそういうインドはそれってあの言って誘ってんのか。ベトナムは誘わないのに。あ、まあ、世界はこう鳴らしていくとだいたいちょうどいいかな世界中をね。そういうインドってそのカースト制度みたいなのがあるから、なんかあるんですか。もしかしたらその店入れないとかあるのか。ああ、そうあるのかもしれないね。差別的な階級制みたいなのがあるんでしょう。厳しいですね。なんかね、そういうのの、その文化みたいなのをその国のね分かってないと楽しめないんですけど、スペインあたりだとあのそんなにおかしなことないから、うん、ちゃんと行けばなんとかなんていうんですか。そうですね。僕が前に行ったのもあったし、マドリッドにも行ったんですよ、バルセロナに行って。その時あのヨーロッパで一番マドリッドが治安が悪いって言われて、あの京王強盗が頻発してたんですよ。慶応強盗って日本の慶応強盗ってなんか後ろからこう近づけてこう投げるみたいな感じなんですけど、あの当時の慶応強盗は本当に殴ってたらしいんですよ、ガチで。で主に狙われてたのは観光客、特に日本の観光客で、あのパスポートを取られるって言うんですよ。日本人のパスポートが当時でなんか闇で20万くらいで売れるんですけど、それあれでしょ、 IC とかじゃないなかったでしょ。 IC じゃなかったの話だけど、20万ぐらいで売れたら、とりあえず金持ってなくてもあのパスポートだけ取られるみたいな感じで、あの逆らうと殴られるみたいな話なんですよ。で、あれなんですよ、カバン持ってくるひったくられるから手荷物を持つなとかいう話なんですよ。そのぐらい結構違うな。やばかったです。そういう時にあんまり美味しくないレストランに行った。それはバルセロナ。あ、バルセロナ、うん。バルセロナでカニ食べに行ってあんまり美味しくなかったなっていう。マドリッド何食べたか全然覚えてない。何に一つ覚えてない。まあスペインの料理はなんかあんまり記憶にないんですよ。カニのホットぐらいしか。石川さんはあのエビのガーリックイタの一番美味しかったかもしれない。僕は食べてない、エビのガーリック炒めは食べてない。ぜひ、まあ、バルセロナに行ったら、エビのガーリック炒め。僕は、多分スペイン行ったら、生ハム食べに来ますよ。ああ。生ハム大好き。なんだっけ。名前忘れちゃった。何ですか。スペインの生ハム。スペインの生ハムの名前になっちゃったイベリコ豚関係。あ、イベリコ豚、イベリコ豚関係。ハモン、ハモンなんたら、うん、カンタラカンタラ。やっぱりイベリコ豚関係のハム美味しいですか。あ、美味しいよ。日本でね、次なんたらベジョータとかに一番いいハムを食べたんですよ。2つ、日本のね、知り合いがなんたらハムを食べるみたいな、うん、日本そんな辺でないから、うん、やっと俺が見つけたこの店である、うん、なんか秋葉原の変な店なんだよ、ね、そいつが見つけたね秋葉原ね、世界の秋葉原なんか変な店なんだけど、米の基礎と行っ
たの。普通の普通のレストランで、まあ、安っぽい。安っぽいっていう、なんですか、すごい。安っぽいじゃない。最近できた流行りの、飲食チェーンがやってる、飲食業界の会社がやってる、そういう店ね。行ったの。はい、大してうまくねえんですよ、ね、そのイベリコ豚のあれが。調子がいいんですよ。はっきり言って、僕のその知り合いが見つけた店、イベリコ豚がうまくねえの。うまいはずだね。普通なの。それそしたら何て言ってたの。そんなにうまくなかったから。当然だよ。次俺が見つけてきたの、ちゃんとしたスペイン料理の銀座で見つけた。それ全然違うでちゃんとしたね、もう今度の店は本当に 切りました、その場で切りましたみたいな、ちゃんとこういう形になったの、それぞれが。その前の店はなんか機械で切りましたみたいな、比べてみると全然違うんですよ。悲しい。で食うとも全然味が違う。悲しい。超うめえ。俺が銀座で見つけてきたんですけど、だからそいつはもう一緒に行ったやつはどうしようっていう話なんです。秋葉原でうまい店見つけたっていうこと自体は不思議でしょうがない。俺もね、そう思ったの。なんでここなのかな。そうでしょ。その別にスペイン専門店みたいなのじゃないしな。そうそうそう、おかしい。まともな店見つけろよと思ったんだけど。おかしいよね、その話は初めからおかしいよ。でその後俺がイベリコ豚をちゃんと売ってる店っていうのを買える店いろいろ見つけてそいつに紹介した業務です。その頃まだイベリコ豚がもうハムが日本でメジャーでなかった。そう、3、4年前。最近はみんな知ってるじゃん。はい。だからこの丸ごとあれイベリコ豚の足の部分、ハムのあれ10万ぐらいですか。10万とか15万丸ごと買ったら一切れ何千円だから、まあ、日本で売ってなくて、その当時一番ね品ぞろえが良かったのね。新宿の伊勢丹、伊勢丹あれね、イタリアのなんとかとかあらゆるハムを今はいかやっまあいいや、これ話しちゃおうか。伊勢丹の刺身売り場、新宿の伊勢丹の刺身売り場で、地下街で買い物してたのね。そしたら刺身売り場で試食ですって言ってバーンって出してきて、もうみんな取るじゃない、試食で。だからじゃあ俺も取ろうって言ったら、もう俺が取ろうとしたらもう避けるんですよ、おまはんが。リアルあれなんかたまたまかなと思って思うよね。でもう一回取ろうとしたらまた抜くんですよ。もう明らかに俺を避けてるなんでかわかんない。なんでですか、試食なのにね。なんでだろう、こいつは買わねえなと思ったの。だっておばはんだって買ってないから。そうだよね。なんだろうね、明らかに避けてる、伊勢丹の、新宿の伊勢丹の刺身売り場の試食コーナー、ものすごい嫌な気分だって何にもしてないもん。そうだよね。だってそれまでさ、そこら中試食してたわけじゃないよ。もうそれ初めて、ね、試食するんだよ。それを避けられちゃう、ね、新宿で伊勢丹の刺身よりも。あれはもうちょっともうな問題ですよね。あれはもうだってもうあれ何年前だったか忘れたけど、ずっと覚えてる、あの時の状況ねえ、あんなにはっきり覚えてる。だって取ろうとしたら避けるんだよ。あれないよ。あれこうやってさ、試食ですみたいなやつさ、っつってで取ろうとしたらバーって明らかに避けるの。嘘、また避けんの。おかしいな。ねえ、それはないよね。失礼だよね、試食なんだからね。それは悲しいでしょう。それはね、たった一人のために新宿の伊勢丹のね、地名、なんていうのね、このステータスというかね、あれは少し悲しいですよ。はい、っていう話なんです。そんな目にあったことないです、さすが。